いやー、ついに発売されたよ。クレヨンしんちゃん組、酸っぱい父ちゃんの靴下組にご用心。どうかちげえな。大人子供お姉様、ごきげんよう。ゴールだ。はい、ということですね。いや、ちょっと俺ね、忘れてたんだけど、昨日ね、友達ドールの第3弾が、まあ、発売したらしくて、でもうすぐ買いに行ったよ。それはこちら、集まる動物の森。友達ドール第3弾。いや、友達ドールもめちゃくちゃいい商品だと思うよ。ついに第3弾だからな。いや、これ任天堂よく頑張ってるわ。ねえ、早く豚出せよ。豚住民お前、売れねえじゃねえか、お前。売れねえのは分かってるけどよ。で、まぁ、ちょっと今回ね、まぁ、これ全種セット、まぁ、紹介したいなと思うんですけども、まずちょっとこの、クレヨンしんちゃんのこのグミ、開けてみるか。父ちゃんの靴下グミってのが怪しいんだよな。よく見たら、ここに野原ひろし乗ってっから。まずちょっとこれ、景気づけしちゃっか。あるかな、父ちゃんの靴下グミ。ちょっと待って。これじゃないか。多分これだよ。ピラピラのこれだろ。俺靴下の感じしても、これだわ。ちょっと食ってみるか。うまいかな。いや、うまいとかの問題なのか。すっぺーわー。すっぺーわー。あ、いや、そんな、うまいぞ。野原ひろしの靴下、めちゃくちゃうまいぞ。ぶどう味だ。ちょっと待て待て、野原ひろしの顔面だな。こっちのは気になるぞ。野原ひろしの顔面もちょっといってみるか。あー、うまいな。酸っぱくないな。甘いな。何味だこれ。味わかんねえな。いや、全部ぶどうじゃねえかこれ。いや、こんなことやってる場合じゃねえのよ。みんなが見てえのは友達ドールだから。ということでね、こちらですね、封印解放お化けチョコ37円でしたよ。100円が37円までになってるこのお化けチョコ。なんとですね、封印を解いてお化けカードをチェックしようって書いてあるんだよな。全30種類。どんだけ出してんだよ。じゃあちょっと開けてみるか、これもな。じゃあ悪いね。全然入んなくて。これ俺こういうの好きだからさ。じゃあこんな感じで、おお、あ、ここにこういうチョコが出るとこあるんだな。これすげえ凝ってんじゃん。あ、なんだこれ、何これ、うんこの化石。あ、リンゴ味のチョコだ。まあ、うまいね。で、ここかな？ここにカードが入ってんのかな？じゃあちょっと封印解いてみますか。やばいんじゃないこれ。ね、封印、解いて。はい。あら。あら。何よ、カッパ？これ。色おかしくない？おい、ちょっと待って。おい、カッパのカード取ったらおめえ中身出てくんだけど、お前これ欠陥だろ、マジで。ということでね、当たったのは顔面蒼白カッパでした。こんな感じじゃん。ガキ向けじゃん、マジで。いや、俺、こういうの超大好きなんだよな。で、もうちょっとこれで終わりです。で、次ですよ。まあ、これですよ。うん、本番ね。こっち。ちょっと見ていこうか。ね。まず、こちらが、フーコですね。いや、かわいいね。クオリティは高いよ。で、これが、フータ。で、キャラメール。で、ミスズチ。アポロ。で、ペーター。え？あ、これ7種類か。お、キャラメールダブったんだけど。あ、横になんか色々乗ってたわ。あー、これ、フータとかフー。これの7種類っすね。最後が、あ、オーロラね。で、ラストがオーロラ、あら？え？え？ちょっと待って、え？おい。オーロラじゃんって、お前、これスポンジボブじゃねえかよ、お前、これ。なんでスポンジボブが紛れてんの、お前。はぁ、ふざけんなよ。これやられたな。で、ラスト、スポンジボブ。あ、あった、あった、あった。ここにいたわ。うん、オーロラ。うん、何事かと思ったわ、マジで。じゃあ早速、これ中身ね、ちょっと開けてみてみようか。もうオーロラ出てるからオーロラから行こうか。かわいいねー、これ。ほら見て、お前、ピングじゃねえかな、これ。なあ、大丈夫か、ピングじゃん。あ、ちゃんとこういうなんかフロッキー素材みたいな感じでね。まあ毛がこう生えて。うん、これはもう全部毛が生えてんな。目以外は毛が生えてんだよ。ほら、あーほら、ね、いいね、これね。オーロラのこのさ、目に正義がない感じも、こう光が当たるとね、あ、こっちの方かわいいじゃん。服とかも。ほら、これよ。お前、これ。すごいなぁ。はぶられてたやつとは思えんなぁ。じゃあ次、キャラメル開けようか。キャラメルもめちゃくちゃ可愛いね。ほら。こんな感じで。まあ、リアルだよなぁ。毎回このシリーズなぁ。服の方がガッチリした素材だから。まあ、防御力高えよ、お前、これ。防御力全特化キャラメルだから、これ。でもキャラメルも全体的にね、ふわっとしてて。うん、これ造形はいいよ。で、今回もこういう台座ならぬな。あ、ケツ穴拷問マシーンついてるから。このキャラメルとかあったら、ここにこう刺すっていう。あら、なんかすげえ安定性良くなってんだよな、毎回毎回。な、まあ、いろいろケツ穴の開発したんだろうな。うん、こんな感じで。ケツ穴の開発って言い方も良くねえけど。で、次はペーター。ああ、こんな感じ。こう顔見ろよ、これ。
もう無理やりにでも人形にされたみたいな顔だろ、これ。悲しき実験によって生まれたモンスターみたいな感じな。ああ、こんな感じ。ああ、でも角の部分とか再現すごいよ、これ。角すごいね。ああ、これ結構痛いわ。ああ、悪魔みたいな角な。デーモン。デーモンこぐれ。ああ、老人形じゃん。ああ、繋がったな、いろいろと。ああ、でもすごいね。クオリティは高いよ。ああ、結構いいね。鹿の住民めちゃくちゃいいじゃん、これ。造形すげえいいわ。で、アポロこんな感じ。お、いいね。これ、アポロ正面から見ると。ああ、こうよ。ほら。見て、全体的に。ああ、これすごいクオリティ高いわ、アポロ。よくこの鳥のこの感じ表現したね。うわあ、これすげえな。結構安定性は悪いけど。生まれたての小鹿みてえな、アポロ。で、ミスズッチね。ああ、今回一番人気っしょ、ミスズッチは。ああ、ほら、かわいいよ、ほら。こんな感じ。グラデーションとかさ、めちゃくちゃこうリアルにできて。うわ、ミスズ安定性があんま良くねえんだけど。でもこの顔見て、この感じ。ほら、めちゃくちゃリアルだろ。世間を舐め腐ってるみたいな顔してんだろ、これ。で、次、フーボーイね。ああ、フーボーイすごくないこれ。ほら。この顔とか。え、これめちゃくちゃリアルじゃん。なんか、色は思ったより薄いな。何回か選択した風だみたいな感じだな。ここのさ、やっぱこの耳の部分っつうの、この頭の毛の部分。ここすげえよな。こうやってなんかさ、360度立体でこうやって動物の森のキャラをこうやって確認できるっていう人形は、すげえ貴重かもしんねえな、これはな。ラストがフーコだ。お前これ可愛いの、フーコはの。ああ、こんなの、しょげんなよ。ほら、こんな感じでよ。うん。この頭のリボンもまたいいね。これ。ほら、こんな感じで。おぉ。相変わらず頭蓋骨にロープ通してるみたいなリボンな。ああ、これ可愛いよー、フーコは。でも、フーコもこれ、クオリティ高えな。フーボーイよりさ、フーコの方がクオリティ高くないこれ。これ、まさかあったんだろうね。歩いてたら多分急に人形にされたみたいな顔してるでしょ。目に正気がねえもん。これもう内臓とかも取り外されて、剥製でしょ、こんなん。やだよー、動物の森の住民の剥製は。何匹犠牲になってんだって話だからね。という、すべてこんな感じっす。もう、かたくなに画角変えたくねえからさ、こう手に乗せてるっていうのは。ああ、大変だぜ。でも、かわいいよな。この感じな。で、今回の第3弾が、まあ、この全7種類プラス、まあ、シークレットのこのスポンジボブ。まあ、こいつは激レアだと。まあ、見てもらったらわかる通り、クオリティはもう確実だから。500円するから、まあ、ちょっと高いんだけど、まあ、それ相応のクオリティはあるよね。ちなみに今回も、通称、MD が付いております。こちらハイになると有名な薬でございますけども。ああ、こちらのラムネもこれ食っていくか。これちゃんと食えよ、これな。ああ、わかるぞ。ああ、食いたかねえな、わかるぞ。わかるぞ。食いたくねえ気持ちは。今日も動画を見てくれて、マジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録。高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コアラでした。またね。よし。